今日は本人が今用事で出かけてて12時半過ぎぐらいに戻ってきて、その後ウィンタータイヤのチェンジの予約入ってるから行ってくれるらしいので、帰ってきてすぐご飯食べたいって言ってたから作ってます。いや本当は昨日一緒に行こうかなと思って車預けてる間2時間ぐらい外食したらいいかなと思ってたけど、今マイナス16? 寒そうだから車預けた後歩いてレストラン行かなきゃいけないとか無理と思って料理作ってる。油入れすぎたかな。強いのかな。ニンニク入れればよかったな。今更だな。本人が好きな赤だし店。どうだった今日は、いい感じです。いい感じ。ホミンが帰ってきた。あれホミンさ、味噌汁と茶碗作ったけど、あとなんか食べる？サラダは作んなかった。私はあ、そう、サラダ作ろうか。お願いします。イエーイ。よいしょ。
もうちょっと時間かかりそう。あ、まあ、今食べないで。ふみの好きな赤だしにしといたんよ。うん。わかめと玉ねぎの赤だし味噌の味噌汁と高菜チャーハンじゃこ入りのやつとサラダを今日は2人で1個みたいな。もう今日で最後だこのサラダ。寝ちゃった、携帯。そうするとサムネが取れないってやつ。いただきます。美味しくできた。なんかめちゃめちゃうまくパラパラになってない？うん、うん、何がいいかな。うん、漬物野沢菜とジャコ。うん、もうあとこれ味噌、お母さんがくれたやつ。なんか、うん、チャーハンとかラーメンとかにいいって書いてあったから。どう、味噌汁いい？うん、今日チーズも入れてくれたんだ。うん、うん、うん、栗落とした。今フミンがタイヤ、冬のウィンタータイヤに交換に行ってくれてって出かけてて、私はこれロードのこのこれをバインディング新しいの買ったからそれに変える。もう一昨年からこれが壊れちゃって、この部分がだけ売ってなくて、全然やっと去年はもうこれなしで。なしでここは止めないで滑っててやっと買った。板にもここ線が入ってたはずなんだけど、線も消えちゃって、あーこれよいしょ、そっか、黒かったんだ。もう何買ったか忘れてた。本当は違う色が欲しかったけど黒しかないとか言われたんだけどね。よいしょ。そっか、これ取っちゃったけど、これで板についてるものだったのかな。Yes、バインディングには入ってなかった。もう結構錆びてるんだよね。このネジは新しいの入ってた。
その古いやつはちょっとここに入れとく。予備で。多分最終的には捨てると思うけど、ちょっとそっとよいしょ。まあでも卵だったらいいな、捨てちゃってもいいか最初から。まあいいや、ちょっとでもちょっとこう最初からやって。もうちょっと下げるかな。ブーツ持ってこよう。なんか最近寒くて本当嫌だったけど、ボードも全然楽しみじゃないとか思ってたけど、セットとかしてるとやっぱり楽しいかも。ブーツ出すぎ？そういうもんなのかな。もうちょっと下げようかな。寒いとも言えるけど、ボインディングつけてみた。いや、こんな感じで。